あ。にゃー。落とした。どこそのエリオットとやらは。この上？ほら、これもビーチじゃねえか。あ、こっち？あ、なんかおった。思い出す？あ、記憶？この木は科学の脅威です。注目すべきは人間の工夫です。人間は太陽光がない世界でも、木を育てる方法を見つけたのです。オーガニックライフには、街の空気を浄化する木々が必要です。ロボットには必要がないのですが、彼らは育て続けています。まあ、でも緑はあった方がいいよね。人間たちがやりたかったことです。ふんふん。なんかめちゃくちゃ飛んだぞ。新しいメモリ。すんごい、なんか、落としとる。これなんかあれじゃない？真のオタクっぽくない？ねえ、椅子に座らないの？座高が高いから大丈夫。なんかすごいガタガタ震えよるけど大丈夫。はい、どうしましたか？アウトサイドに行きたい？ま、グッドラック。何も起こらないといいですね。お！このバイナリーコードを解読すればいいのですね。ちょっとお待ちを。レンズを調整してと。ここには、ディファーバー？と書かれてあります。変ですね。誰がバイナリーコードで待ち合わせの約束をするのでしょうか。で、それはどこなの？バー？ふん。もうこれは何にもならないのか。ん？で、どうやって出ていけばいいんだ、私。窓からか。あ、なんか。あ、すごい。なんか今、バーって書いてなかった。気のせいか？見渡させてくれるか？バー。そこのことかな？これ？ここ？あ、ここや。ってことは、こいつじゃねえのか？違うのか？何かお飲みになりますか？ねえ、読んでもらった結果ここに来たんだけど。あ、これ？これか！なんて書いてんだ？ 1283 か？下のは関係ないんかな？ 1283？ でいいの？わからん。とりあえず、1283で覚えよ。んで、金庫はどこやったっけ？あっちか。あっちだな。ん？なんか。ブツブツ交換マン、スーパースピリットランドリー、グランマの服屋、エリオットプログラミング。これは自由自在に走ることはできねえのか。こっちの方向やったっけ？え、違うな。こっちか。え、1283やった？すでに忘れよった。あ、で、楽譜もね、ちょっと渡そう。ちょ、先にこっち、覚えとる間に。4桁であっとんかな。あっとるね。1283。あ、いた！楽譜かい。え、楽譜だけ？なんかすっげえ光り輝きよるけど。まあいいや、渡す。こんにちは。私はミュージシャンだけど、演奏する曲を何も知らない。なんか中途半端な数字しかないけど、まあいっか。明日は何度でも。クールだね。これ見てよ。これでちょっとずつ曲が完成していくってことかな。寝出した寝出した
ね、一回一回そんなに長いの？ねえねえ、まだ渡したい楽譜あるんだけど。まだ渡したい楽譜あるんですけど、長いって長いって。聞くかどうかは私に選ばさせてくれ。曲をありがとう。練習するよ。もっと持っている？持ってるよ。はい。無題。この曲には音符がぴったり44個あるね。てか、あれ？全部で一つの楽譜なわけじゃなくて、それぞれでってこと？で、また引き出すのか。なんかとても不快なんだけど、さっきの曲の方がいいな。何？このなんか、すごく調子が外れたような。何？これ好きじゃないな、私。終わった終わった。はい。あともう一個あるよ。はい、これ。読めない楽譜。うん。読みづらいけどトライしてみよう。できるの？ああ、なんかちゃんと。ああ、なんかちゃんとしとるね。うん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 。二曲目以外はちゃんとしとる気がする。これは普通にいいんじゃない？あ、なんか、休み出した勝手に。これで全部で8あるってことよね。そのうちの3つ、ゲットできたんや。なるほど。さあ、あとは、まあ、楽譜も集めつつ、この、桃とやらのところに、いかんといかんのやね。あれやあれ。あそこまでどうやって登っていくんだろうか。この辺から上がっていける？あ、いけそうな気がするぞ。お。いいね、いいね。このところどころにあるバスケットボールはなんか意味があるんかな？は。ちょっとぶつけてみたけど、特に何もないね。何か反応があるんかなと思ったけど。お。何やってんの？こんな上の方で。気をつけて。集中しないと。またバケツ落としたくないよ。ほう？わ、すげえ。なんか三角ボタンも出とるよ、この子。あ。にゃー。落とした。集中切らして落とした。お、出てきたぞ。お、怒っとる、怒っとる、顔が。またってことは前にもあったんやね。ああ。おろおろしてる。おろおろしてるよ。あっち側の子もおろおろしてる。うわぁ、勘弁してよ。大変だ。え、で、どこだっけ？ここか？ん？ここかな？なんだ、どこから行けばいい？これか？え、上がれる？え、上がれないな。え、上がれないな。うん、上がれない。どこから行けばいいんだ？あ、この辺、あ、この、ん？あ、行ける。こうか。この上は？あ、ここ？ぽいね。なんか進んだ、進んだ。どうした？自分が機械なのに機械には強くないのか？そーっと忍び寄る。どうも。あ、これや、桃。全然治らないよ。どうして仲間を生かしてしまったのか。今僕は一人ぼっちだ。
こんにちは、何かする？唐突。アウトサイドの写真？そこに行ってみたいの？考えるだけ時間の無駄だよ。そこには孤独と絶望があるだけさ。僕の仲間も同じ夢を持っていた。でも今は皆消えてしまった。孤独だけが残った。仲間がどこに行ってしまったのか。コンタクトを取ろうとしているのに、トランシーバーが正常に動作しないんだ。僕と仲間はアウトサイドについての研究をノートにつけてる。ほら、そこに、本当にそこに行きたいのなら、僕のを持って行きなよ。お、モモのノート。新しいアイテム入手。君の好きなようにするといい。僕はアウトサイドを諦めた。うまくいくといいね。諦めちゃったの。モモは悲しそうです。仲間に会いたがっているのです。彼がくれたノートを見てみましょう。アウトサイダーによる声明。いかなる犠牲を払ってでも、アウトサイドに行かなければならない。我々の仲間を守らなければならない。ザークには近づいてはいけない。ほら、行かなければならないって自分が書いとるやん。諦めるなよ。クレメンタインと、ズバルタイザーと、ドッグとモモによる署名がされています。モモの名前は後から追加されたようです。別のノートも探してみましょう。ほう、別のノートがあるの。小さい猫さん、まだノートを探しているの？それは僕のノートさ。アウトサイダーの最後の参加者だったんだ。そして最後の生き残りでもある。え？アウトサイダーっていうのは アウトサイドに向かおうとした人っていうことかな？え、みんな何？お亡くなりになったの？え、辛い。え、めっちゃ辛い。待って。いや、違う。君に話しかけてないんだ、今は。こっち向いとっても関係ないんやね。4分の1ってことは、あと3冊あるっていうことか。なるほど。頑張って探そう。モモが私たちにくれたノートです。あ、中身はもう見たよ。見たよ、見たよ。まあ、頑張って探しましょうか。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、とりあえず何なんやろうな。まあ今は現時点ではノートを集めるっていうことが目標か。なんかよくわからん用語がいっぱい出てきたけど、これからどんどん分かっていくんかな。